ピードモントの戦いは、南北戦争中の1864年6月5日、バージニア州オーガスタ軍ピードモント村で、デイビッド・ハンター少将の指揮する北軍と、ウィリアム・ E ・グランブル・ジョーンズ巡将の南軍が対戦した、戦闘である。激戦が行われた後で、ジョーンズが戦死し、南軍が改装した。ハンターは6月6日に、スタントンを占領し、 まもなくリンチバーグへの進軍を始め、その途中で軍事物資や公共資産を破壊した。ピードモントの戦いは、北軍ユリシーズ・グラント中将が1864年に主導権を取って攻勢を続け、南軍を地域から地域に行ったり来たりさせないようにさせた動きの中から生じた。シェナンド警では、 グラントは当初ドイツ生まれの将軍フランツ・シーゲルを指揮官に据えたが5月15日のニューマーケットの戦いでシーゲルが敗北した後の5月21日シーゲルをシェナンド軍指揮官から解任して公認でデイビッド・ハンター少将を据えたハンターはその小さな軍を再編しシェナンド渓谷の豊かな農場で食料を持続していくように命じた 警告をスタントンに向けて進軍し、5月26日には、南軍の軽い抵抗にあった。ニューマーケットの後、警告にいる南軍の大半は、北バージニア軍に加わったので、ハンターに対抗するのは、ジョン D ・インボーデン准将の旅団とバレエ予備隊のみとなっていた。インボーデンは、ロバート・イリー将軍に、ハンター軍の動きについて、情報を入れ続けたが、その貧弱な軍隊では、 ハンター軍の動きを鈍らせることはほとんどできなかった。ハンターは南軍にとって重要な鉄道と平坦の中心地であるスタントンを視野に置いていた。北軍がニューマーケットでの敗北に続いて素早く進軍したことで南軍は油断していた。リーは北軍のポトマック軍との戦闘を密に続けながら南西バージニアを及び東テネシー。 欧面軍指揮官代行のウィリアム・ E ・クランブル・ジョーンズ巡将をシェナンド渓谷支援に振り向け、陰謀ンと連絡を密に行うよう指示した。ジョーンズは間もなく不評と言えした、騎兵約4000名と共にシェナンド渓谷に向かった。6月3日までに北軍はハリソンバーグに到着していた。陰謀ンはその部隊をノース川の南岸にあるマウントクローフォードに集結させ、 ハンター軍がバレーターンパイクをまっすぐスタントンに進むのを妨害した。インボーデンはオーガスタ軍すなわち土地の出身者であり、その作戦本部をグラッテンの家に設定した。そこに南西バージニアから援軍が到着するようになって勢力が増した。6月4日朝、ハンターはマウントクローフォードの方向に陽動部隊を派遣し、その主力は 東のポートレパブリックに行って、その夜はそこで宿営した。ジョーオンズ将軍がグラッテンの家に到着し、救ごしらえされた南軍バレー地区軍の指揮官に就任した。南軍の石膏がハンターの側面への動きについて報告したとき、陰謀ンがオーガスタ東のモーリーズヒルに移動して、ハンター軍と向き合うことを提案した。陰謀ンによれば、 ジョーンズはその不評とゲバ騎兵の部隊をモーリーズヒルに移動させることに同意し、6月5日にハンター軍と対峙することになった。ジョーンズは陰謀ンに騎兵をすべて率いて、スタントン道路別名イースト道路をポートレパブリックの南数マイルのマウントメルディアンに進むよう命令した。ジョーンズは陰謀ンがハンター軍の進軍を遅らせるよう付け加えたが、翌朝北軍が接近した時に、 本格的な交戦を避けるようにも指示していた。この写真の右から左に、ペンシルベニア第20機兵隊が移動し、ミドル側に向かうナーヤの近くで、北軍不評から逃れようとしていた、南軍兵数百名を捕虜にしたハンター軍は、ポートレパブリック南郊外で、雨の夜の宿泳を過ごした後、朝靄の中を、マウントメリディアンに向かうスタントン道路を南に進んだ。 ジュリアス・スターヘル少将の騎兵隊が前衛を務め、インボーデンの紹介部隊を追い散らした。スターヘルの前衛隊がマウントメリディアンに到着した時、インボーデンはバージニア第18騎兵隊を使って反撃に成功した。スターヘルが援軍を送り込み、すぐにバージニ兵を圧倒するようになった。インボーデンはかろうじて捕獲を免れ、 地元の予備兵を含むその旅団の残り部隊が突撃することでバージニア第18機兵隊を三撃から救えただけだった。その後南軍はゆるりとピードモント村の方向に後退した。陰謀ンはモーリーズヒルでジョーンズ将軍の部隊と合流できると期待していたが、ピードモントでジョーンズを見つけて驚かされた。ジョーンズと陰謀ンはその場の状況を議論したが、 最後はジョーンズが議論に結論を出した。ジョーンズは、下馬騎兵、ゴ兵など、選抜の大隊を、左翼の全数百ヤード前進させ、騎馬砲兵隊の一部に支援させたのでスターヘルの、前進が止まった。ジョーンズは、スタントン道路からミドル側の高い崖に向かう、植林地の端に沿って、不評を2個旅団を配置し、左翼を固めさせた。 陰謀殿にはその騎兵隊で左右翼を守るよう命令した。陰謀殿隊のすぐ左には、ジョンシー・ボーン巡将のテネシーとジョージアの下馬騎兵旅団が配置についた。ボーンの左翼は、ジョーンズの右翼の後方600ヤードにあり、その前線中央に隙間が生じていた。ジョーンズはそこに、オーガスタ軍出身の17、8歳の兵士を当てた、マーキス大の予備砲兵隊など、 ニコ砲兵隊を配置した。ハンターの参謀長であるデイビッド・ハンター・ストロザー大佐は戦場の様子を次のように記していた。敵の陣地は強固であり、うまく選定されていた。前面の開けた穏やかな斜面の間にある谷を見下ろす林のある丘陵に配置されていた。我が軍の右翼、ピードモント村の前に丸太トレールの防衛線があり、林の縁で、 滑らかに盛り上がって開けた丘陵の背後に位置して大きな長所があったので、この丘の上を動く兵士は近距離の工作物からマスケット銃弾で圧倒することができ、敵の大砲を使うことを妨げることもできた。この砲作の左手は60フィートもの高さがある、険しく当反不可能な崖があり、そのふもとはシェ道で現れていた。正午、 ハンター軍のジェレマイアシー・サリバン准将が指揮する不評部隊が前進した。オーガスタス・スムーア大佐の旅団がスタントン道路の西側でジョーンズの前衛戦に踏み入り、ジョーンズの南軍が止まっているものと反対側の植林地の外れに沿って止まった。サリバンは前進を命じたがジョーンズ隊がよく守り、その動きを封じた。道の東側ではジョセフ・ソーバーン大佐の旅団が 激しい砲火の下を陰謀殿の陣地に向かって森のある峡谷を進んだ。ソーバーンはムーアが反撃されたのを見て、砲兵隊の支援のために交代した。この時点で北軍砲兵隊長のヘンリー・デュポン隊員が体系的に南軍の大砲の大半を沈黙させた。南軍の左右翼にあった陰謀殿の傍らの大砲数門のみが活躍していた。 この時点でジョーンズはその左翼を交代させることにして、ボーンと陰謀殿の部隊が並んでいたが、すぐに考えを変えた。サリバンはニコ連隊でムーアリョダムを補強し、新たな攻撃を命じたが、再度撃退された。この時、南軍が反撃したが、オハイオー第28連隊とスペンサー連発銃で武装した下馬キ兵が、砲兵隊の支援を得て抵抗し、 南軍をその強壁まで後退させた。この時点で決起盛んなジョーンズがその部隊を再編して、疲弊していたムーアの旅団に対する強調された攻撃をかけさせた。ジョーンズはボーンにその旅団の大部分を最翼に進めるよう命じた。バージニア第60不評連隊が、その戦闘線中央にあった大きな隙間を覆う森の外れにいた陣地から動き出した。このバージニア連隊は、 南軍主力の前線の背後で第二の戦線を作り、隙間は完全に防御されないままになった。ジョーンズがムーアの旅団に対して戦力を集中したことは気づかれずにはいなかった。北軍はジョーンズ対左翼の右手に開いた隙間を認識し、ハンターがソーバーンの旅団に脆弱になった南軍の位置を攻撃するよう命じた。ソーバーンはすぐに 南軍最翼から数ヤードまで前進した後、その部隊が認知され、南軍の側面を粉砕した。これと同時に、ムーアの旅団が、南軍前線に対する攻撃に加わった。ジョーンズはこの状況に対抗するために、バレエ予備隊を持ち出して、相場安隊の進軍を鈍化させたが、それを追い返すまでには至らなかった。ジョーンズは、再結集している、南軍兵の、 小さな集団のところに走っていき、向かってくる北軍風兵隊に突撃をかけさせた。北軍の銃弾がジョーンズの頭に当たり、即死させた。北軍は南軍をミドル側の崖の方向に押し戻し、南軍を二つの塊に分割させた。崖のところでは、集まってきたソーバーンとムーアの旅団にスターヘルの騎兵隊のいくらかが支援し、千人。 近い無傷の南軍病を捕獲した。ジョン・マクラナ・ナハン大尉のバージニア騎兵砲兵隊の一部が、ピードモント村の近くで北軍の動きを南にそらし、かろうじて捕獲を免れた。スタントン道路では、ニューヨーク第一ベテラン騎兵隊が敗れた南軍に、対して活発な追撃を始めた。しかし、マクラナ・ナハン大尉の砲兵隊の別の一部と、左翼に行っていなかったボーン旅団の一部が、 ピードモント村とニューホープ村の間の道路沿いに慌てて配置された。ニューヨーク連隊が逃げていく南部兵の後を道路に沿って追っていくと、この南軍の公衛の発砲で北軍機兵隊を破壊し、それ以上追撃しようという気力をないさせた。少なくとも1500名の南軍病が失われたが、ニューホープでの公衛の動きで、残りの部隊はそれ以上の打撃を免れた。 ジョーンズの戦士によって、ボーンはこの時点で上級士官であると認識したが、シェナンド渓谷には不慣れであり、単純に陰謀伝の推奨する策を採用しただけだった。ハンター軍は捕虜をまとめ上げ、ピードモントで負傷兵の治療を行い、そこでシェナンド軍が宿営した。戦士、負傷合わせて900名近くを失っていた。翌日、スタントンに初めて入った。 北軍部隊となった。ペンシルベニア第54不評連隊の兵卒、トマス・エバンスは、南軍兵を鼓舞していた士官を狙撃し、バージニア第45連隊の騎士と戦って、その軍機を捕獲した。ペンシルベニア第54不評連隊の固定機ジェームズ・スネッテンは、ライフル銃を拾って、攻撃に参加し、南軍の第一不評旅団士機関のビューリング、 ジョーンズ大佐を捕獲した。ジュリアス・スター・ヘル少将は、下馬騎兵を率いて、戦闘に向かっている時に銃弾を2発受け、野戦病院で、傷の治療を受け、最後の騎兵突撃を指揮するために戦場に戻った。ありがとうございます。